おはようございます、あおりなです。今日は7月の22日月曜日です。今日はこの山がいっぱいの場所に来ています。今日はいつもの愉快な仲間とのキャンプじゃなくて、今日は埼玉県秩父、私のふるさとの埼玉県北部にあります埼玉県ときがわ町にやってきました。自然豊かなところにあるこちら、今日はこの野庭にお世話になります。今日はこの埼玉県ときがわ町にあります野庭にやってきました。ツイッターで以前から仲良くなっていた野遊び夫婦さんのあおさんとエリーちゃんが運営してます。こちら野庭ですね。まだオープンしたばっかなんですが、女子4人で女子キャンプをしたいと思います。女子キャンプなんですが、今回はソロキャンプということで、おのおの食事とかテントは別々で、私の持ってるパンダを作った小石優香さんの古食古博をモットーに4人でキャンプをしていきたいと思います。今からちょっと設営を一人で頑張りたいと思います。あ、これ塗ってるんだ。そう、すごい。見ました、制作してる人ね、うん、そう、見ました見ました。あ、すごいすごいと思って、超おしゃれ。あ、で、書いてるんだ。すごいおしゃれ。エビーが来た。野遊び夫婦チャンネルだ。初めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそ。やっと会えた。ようやく会えたね。なんだっけ、10月のフェアフェスでニアミス。もうこの距離にいたんだよね。この距離にいたの、ね、いたんだけど気づく。隣で動画回してたから。そうで、帰り道にツイッター見て、あ、来てたんだって言って、来てたんですねって言ったら、もしかして。ちょっと僕は分かったので、ね、隣にいました。全然話に夢中で。妹も、え、この2人いたよさっき。え、嘘、いたんだって。そうなんだ。そうだから、あー、ニアミスっていうとこからも半年以上。ようやく来れました。ね、嬉しい、楽しみです。よろしくお願いします。立った瞬間すごい。いいな。今日何立てるの？パンダ。あ、白パンダ。やった、白パンダ。すごい。あっという間に。ワンパンダだね。
おはよう。完成した。相変わらずの物の多さだけど、久美子さんのサーカス。うわ、おしゃれ。カンガルーインスタイルね。あ、てかさ、このさ、ヴィンテージのジャグ超かわいい。やめてよ、見せないでよ。めっちゃかわいい。それでも6,300円。なんで私が競り落としなかったんだ。わ、素敵。あ、こういうあの使い方すればいいんだ。あの なんていうんだっけ、なんとかなんとかテープじゃなくなんだっけ。そうそうそう、私も1個欲しいんだけど、どうやって使おうと思って。なんとかタープじゃなくて。続いてはぐるぐるんさんです。でもこのさ、テント見たかったんだ。かわいい。テントが見えなかった。ねえ、このテントが見たかったのよ。なんていうとこが、ビリメッツァ。メッツァってあの反応にあるな。あの字と同じメッツァだけど、メッツァって森っていう意味だったかな。だからスウェーデン系、北欧系のあれイメージなんだね。多分形が可愛い。可愛い。ビオリがこれ。そう、これね。わ、すげえ快適空間。まだね。めっちゃ一人には贅沢すぎる空間なんだけど。まだね。私隣に寝ようかな。あ、これいいよね。すごい。よく一人で立てたね。本当。今日はここの庭でソロキャンジャンボリーをやっています。今日は柳瀬でも張った赤パンダのタープも雨よけで張りました。なんとか一人で立てててよかったです。隣が、福島から来てくれた金子久美子さん。今日はサーカスを立ててくれました。次こちら、山梨県から来てくれたぐるぐるんさん。テントとタープです。一人で立ててましたね。こちら、今日の主催者の野遊び夫婦のエリーのソロキャンは白いパンダですね。すごい使い込んだ。名前が出てこない。ランタンね。今日はこの4組で女子ソロキャンプジャンボリーです。これです。はい、お願いします。ありがとうございます。かわいい。欲しかった。喜んでもらえてよかった。かわいい。みんなのかわいい。嬉しい。今日渡せるの楽しみだった。私も楽しみにしてた、ね、皆さんに応募してくれたからね。
綺麗。滝川。めっちゃ綺麗。え、で回ってくる。そう、そう回ってくるのは分かる。そうそう、それでもう一個あるこの道を渡ると、あのキャンプサイト。あ、行けるよね。大丈夫大丈夫。滑んなきゃ大丈夫。入れすぎ。やばい。これ子供いたらやめよう。やばいんだけど。まず自己責任で渡りましょう。あの真ん中の2つやばいけど、あの苔とかないかな、大丈夫かな。じゃあちょっと私から行ってみるわ。じゃあ、行く行く行く、大丈夫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 。え、滑るよ、滑る滑る。ういうい、あ、すごい滑る。やばい、待って、ここやばい。待って、え、ちょっと待って、急に怖くなっちゃった。ここ超滑る。え、いけるかな。ほっほっほっ、うわっ、あ、ここやばい。よいしょ、あ、ここもやばい、これ、ここやばい。やばい、超滑る。滑るから、滑る、滑る、滑るから気をつけて。超そう、帰りは回る、帰りは回ろう。そう、滑るから気をつけ、ここも滑る、すごい滑るから。ぐるぐるさん、残り3つは大丈夫。あんま滑んない。ありがとう。まっすぐね。もう一回これあんの。行ってきます。すごい綺麗。あれを渡ったんだ。もう超テンパっちゃったもん。やばいやばい、超怖いとか言って。いるかな。でもさっきさ、トンボいっぱい飛んでなかった。お水きれいなんだと思って。え、もう一回飛び石つってたよ。そっちが飛べなかったらどうする。よいしょ、公園みたいになってる。よいしょ、あ、もう見えてるね、あそこだ。どう？さっきより大丈夫。あ、全然さっきより大丈夫大丈夫。最高、入りたい。冷たいのかな。あそこ水たまりで。よいしょ。あ、ここ怖くなかったね。めっちゃ綺麗。
ランプ場なんだけど、なんかグランピングみたいな、うん、自分のテントは張れないんだけど、そうそうそう、お泊まり、あとなんかコテージっていうの、そこに泊まってバーベキューもできる、てか全部セットメニューみたいな、うん、やってまいりました。こもり場、やっぱ2時半までだ、よかった、間に合った。テーブル席とかにする？座る？ほとんどが可愛いね、これめっちゃ可愛い、どこに売ってるんですか？ヘルマさん、あ、かわいい、結構立派な立派なヤギさんだよ。こんにちは、ご飯タイムです。あ、振り返ったね、綺麗なヤギ。戻ってきました。今降ってきたね。時刻は3時31分になりました。ぐるぐるんさんとくみこさん、右側のパンダテントはの遊びグループのエリーです。4人で女子ソロキャンプ中です。一人で何してればいいの？ちょっと雨がポツポツ来てます。